Welcome to Dashta! I'm Romajiro! Today, I'm gonna learn Japanese with two amazing guys! Let's go! Essential Japanese phrase for Italian guy. Taka さんからお願いします。むちゃぶり来るな。コンビニで食べ物を買った時に、こっからリピートアフターミー。お箸つけてください。お箸つてください。お箸をつけてください。お箸をつけてください。ワンマプリーズ。お箸をつけてください。お箸をつけてください。おお、完璧、パーフェクト、コレクト。どうした？日本で食べ物屋に困った時に、あのここに行きましょうという時のフレーズで、リピートアフターミー、サイゼリヤに行きましょう。サイゼリに行きましょう。サイゼリヤに行きましょう。ああ、ナイジェリアに行きましょう。ナイジェリアだよ。サイゼリヤ。サイジェリア？サイゼリア。サイゼイラ。ああ、惜しい。サイシェイラに行きましょう。うん、まあ、大体合ってます。サイゼリアに行きましょう。じゃあ、タカさん、サイゼリアで使えるフレーズありますか？サイゼリアでパスタを食べたときに使ってください。こんなのパスタじゃねえ。あ、え？もう一回。こんなのパスタじゃねえ。なんで受けるの？こんなの。迫真の演技だったのに。こんなのパスタじゃねえ。こんなのパスタじゃねえ。じゃね。こんなのパスタじゃねえ。こんなのパスタじゃねえ。こんなのパスタじゃねえ。おお、コレクト。おお、完璧。俺悪いこと教えてる日本人や。こんなのパスタじゃねえ。お、これはパスタじゃないです。これはパスタじゃないね。イタリアのパスタと違う。日本のパスタはダメだ。By the way, in English, this is not the pasta. Okay. これはパスタじゃないです。そう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 。Perfect. Perfect. やり方はやり返す倍がした。なんで半沢直樹やった今。なんでそこ知ってる。 Thank you for teaching me Japanese. Useful for Italian people in Japan. ありがとうございました。ありがとう。 I see you in the next video. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us comment and subscribe our channel. See you in next video.